皆さん、こんにちは。今日はバレーボール界の注目カップル、西田有志選手と古賀紗理那選手の最新ニュースをお届けします。先日、古賀紗理那選手が引退会見を行い、その裏側の様子が西田有志選手の YouTube チャンネルで公開されました。会見用のコーディネートに身を包んだ古賀選手の姿を見た西田選手の反応がファンの間で大きな話題を呼んでいます。グレーのシャツとパンツで洗練された雰囲気の古賀選手、そんな妻の姿を見た西田選手はスタッフに可愛くねと即答。さらに、俺には絶対無理なスタイルしている、俺がこれ着ると単乱ボンタンみたいになると妻のスタイルを褒めたたえました。この様子を見たファンからは、可愛いって聞かれて正直に可愛くねって言えるの、本当に紗理那ちゃんのこと大切にしてるんだなって伝わる、即答で可愛いはえぐい、お幸せに、足の長さ比べるとか可愛すぎ、もうやばい、公然と奥さん褒めるの良いよねといった温かいコメントが多数寄せられています。実はこの引退会見では思わぬサプライズもありました。フォトセッションの際、西田選手が突然登場したのです。予定外のことに戸惑いながらも、西田選手は、僕の奥さんになっていただいたんですけど、と笑顔で切り出し、長い現役お疲れ様でした。引き続き自分たちでいい家族を築き上げていきます。お疲れ様でした、と愛のあるメッセージを送りました。この夫婦の絆の強さは、SNS でも垣間見ることができます。西田選手は、夫婦時間も過ごしていきたいとコメントし、古賀選手もそれに応えてツーショット写真を公開。ファンからは、最強最高の夫婦、日本の誇りですといった声が上がっています。さらに、西田選手はパリ五輪後の計画についても言及。夫婦時間も過ごしていきたいと語る一方で、今よりもよりゴリラになって復帰することも約束しました。この発言にファンは、家族を大切にしながらもバレーへの情熱を忘れない西田選手らしいと感動の声を上げています。古賀選手の引退会見での全身コーデも大きな話題を呼びました。黒っぽい長袖にグレーのパンツスタイルで登場した古賀選手、ややオーバーサイズの装いに黒いヒールを合わせ、ベルトの色も服と統一、シックな衣装で会見に臨みました。この衣装について古賀選手は自身のインスタグラムで、今回の衣装とアクセサリーも可愛すぎましたと紹介。シャツとパンツはブルネロクチネリ、イヤリングとネックレスはタサキというブランドだと明かしました。この投稿に対し、バレーボール界の代表 OG たちも反応を示しました。加納舞子さんは、可愛すぎ、本当にお疲れ様でしたとコメント。石井由紀さんも、可愛いハードな現役生活お疲れ様、またゆっくりご飯でも行こねとメッセージを送りました。これらのコメントには合わせて400件ほどのいいねが押されており、 OG たちの温かい言葉に多くのファンが共感を示しています。ファンからも、衣装似合いすぎです、センスがいいなと称賛の声が上がり、さすが古賀選手、センスが抜群、引退後はモデルとしても活躍しそうといったコメントが寄せられました。会見に臨んだ古賀選手は、引退を決断した理由について、東京五輪が終わってパリで主将をやると決めた時から、パリ五輪で選手を引退すると決意してここまで来ましたと語りました。今後については、全くの未定ですが、少しでもバレーボールに携わっていければとし、夫のお世話を頑張りたいと笑いを誘っていました。古賀選手は小学2年生からバレーボールを始め、16歳の時に初めて日本代表に選ばれました。バネのある体を生かした力強いスパイクに加え、守備の能力も高い万能な選手として活躍。オリンピックには東京大会とパリ大会の2大会に連続で出場し、パリ大会に向けては日本代表のキャプテンも務めました。引退会見では、競技生活を振り返り、一つ課題を克服しても次から次に課題をくれる、成長のために必要なものだった、大変なこともすごくあったし、惨めな思いもたくさんしたが、本当に人として成長できたと思うと語りました。
このカップルの様子を見ていると、互いを尊重し合い支え合う姿が印象的です。西田選手の YouTube チャンネルでは NEC レッドロケッツの優勝を祝う動画も公開されています。その中で西田選手は、たくさんの方にバレーボールをしていただくきっかけになればと思い始めたチャンネルですので非常に嬉しく思いますと語っており、バレーボールの普及にも力を入れていることがわかります。ファンからは、この夫婦本当に尊い、奥様にデレデレなのも可愛いし、この夫婦尊いといったコメントが相次いでいます。プロフェッショナルとしての姿勢を保ちながらも、私生活では互いを大切にする姿に多くの人が心を打たれているようです。バレーボール界のパワーカップルとして注目を集める西田選手と古賀選手、今後も2人の活躍と温かい家庭の様子に注目が集まりそうです。最後に、今回の話題に関連して SNS 上でのコメントをいくつかご紹介します。西田選手と古賀選手、本当に素敵な夫婦、お互いを尊重し合う姿勢が伝わってくる、引退会見でのサプライズ登場、粋な計らいだったね、西田選手のデレデレ具合が可愛い、バレーボール界のパワーカップル、これからも応援しています、古賀選手の引退寂しいけど新しい人生の門出を祝福したい、西田選手の今よりもよりゴリラになって発言、さすがよく飛ぶゴリラだね、古賀選手の会見コーデ、さすがセンスが良い、モデルさんみたい、 OG の方々のコメントも温かくて素敵、バレー界の絆を感じる、このようにスポーツ選手の私生活に関する話題は多くの人々の興味を引きつけています。彼らの姿を通じて、私たちも自分の生活や人間関係を振り返るきっかけになるかもしれません。これからもスポーツ界やエンターテインメント界の話題を通じて、私たちの日常に寄り添うような情報をお届けしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。また今後取り上げてほしいスポーツ選手や話題があれば、それも教えてください。皆さんの意見もコメントで教えてください。皆さんのサポートがより良い動画作りの励みになります。次回の動画もお楽しみに。それではまた会いましょう。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。